こんにちは、大和田奈々です。ということで、サムネイルを見てわかると思うんですけど、 GU で大量に秋服を購入してきたので、そちらを紹介していきたいと思います。あと、エクステつけました。急成長しました、髪が。これで何本か、これから動画上がっていくと思うので、楽しみにしててください。ということで、紹介していきます。じゃーん、めっちゃ重いんですよ。じゃあ紹介していっちゃいますね。じゃん、これはオーバーサイズロングシャツの S です。1990円でした。やば、安っ。久々に GU 行ったら、なんか可愛いのがありすぎてびっくりした。すごいですね。長めのシャツです。次、じゃん、プラフィールレーシーハイネックティーのネイビーです。1490円。これはなんか、ここにパッと、なんていうんだっけ、このまま着れますみたいなやつ、ここ透けてるけど大丈夫だよみたいなやつです。かわいい。なんかこれもいろんな色と種類があったんですけど、今回はネイビーにしました。かわいい、大人っぽい。じゃあ次、じゃーん、あ、なんか意外とでかいかも。あ、でも S だ。これはワイドリブ V ネックニットチュニックやばい、長。かわいい。これなんかリブ素材っていうんですか、このなんかビヨンビヨンってなるやつ縦にラインが入ってるんですよ。かわいい。これなんか黒と迷ったんですけど、茶色の方が好きなので、最近ベージュとか茶色がすごい好きなので茶色にしてみました。とこれとセットアップでパンツがあるんですよ。じゃん、これはワイドリブニットパンツのブラウン、あ、ブラウンです両方。これは M にしました。 M で1990円。こういうパンツの下の丈が長いのが好き。足首とかあんま出たくないので M にしました。こっち S。 これでセットアップです。かわいい。飛行機とか乗るときにいいですよね、こういうやつ。ダランってしてるやつ、楽ちん。パジャマみたい。これでちょっとなんかヒールとかサンダルとか履けば、なんかそれっぽく見えるかなっていうやつです。あと着回しができるなと思って、このセットアップ買いました。次、じゃん、なんだこれは、スウェットプルパーカーのオフホワイトっていうカラーです。で、これも M で1490円。すごっ、かわいい。これあれだ、なんて言うんだっけ、裏着物です。これ大好き。パーカーだけで着れるみたいな、あったかいみたいな。他の色も欲しいな。今回は白にしました。着回しやすいかなということで。こういうの可愛いですよね、普通に無難なパーカー使いやすい。これいいと思います、とっても安いし。次、じゃーん、スカートです。ひらひら、あ、プリーツ、細かいプリーツが入ってて、なんか可愛い、ひらひらする感じです。結構ロング、なんかこれも長めが良くて M にしました。これはチェックプリーツロングスカートのブラウンです。1990円。安っ、全部2000円以内ぐらいじゃない、すごっ。なんかこれさっきのセットアップの茶色のやつの上と合わせてもいいし、パーカーも可愛いと思います。白入ってるし、イエス、イエスが最近口癖、イエス次は小物なんですけど、じゃーん、これめっちゃ可愛い。これはネックポーチのホワイトです。1490円。携帯とか入るのかな、これ。携帯、あ、あーえ、やばい、プラスだと入んないんだ。これ私の携帯でかいんですよ、ちょっと8プラスなんですけど、やーん、出てくる。これ8、8だったらきっと入るはず。あ、入った。このサイズが理想だったけど、うわー、あ、ちょっとショック。こっちも入るんですけど、こっちにチャックがあって、え、めっちゃ良くないですか。え、良いポケットがついてる、超便利。今初めて見たっていう。私最近 iPhone ケースをこうつけて、それの後ろにポーチがついてるやつがあるんですけど、それを最近使ってて、そのポーチの方にリップと千円札とパスモ等とかを入れて、それだけで出かけてるんですよ最近。なのでちょっとそういう感じでいいかなと思って買ってみたんですけど、携帯は残念ながら入らなかったです。でもこれでもいけるか、これで私の持ってるやつよりいっぱい入りそうだから、こっちこれから使います。はい、最後はアクセサリーなんですけど、これ、じゃん、
カラー&メタルヘアゴムセット、べっ甲っぽい柄のやつと普通のなんかゴールドの日本セットみたいなやつで590円。すごっ、かわいい。これから秋っぽい服とかに使えるかなっていう感じです。なんか秋服ってゴールドのアクセサリー使いたくなりません？私だけかなっていうイメージなので、こっちもゴールドにしました。じゃん、ピアス、パール&フープピアスセット、これも590円。これ4個セットなんですよ実は。これとこれとこれとこれ、パールとフープのやつ別々らしくて、かわいい。この太めのフープが、普段シルバーアクセが多いんですけど、秋服だったらゴールドかなっていう勝手なイメージでゴールドにしました。ということで今紹介した中から何個か自分で選んで組み合わせて着てみていきたいと思います。ということで1コーデ目着替えてみました。ということで1個で目着てみました。じゃーん、ブラウンのセットアップにしてみたんですけど、素材がめちゃめちゃ気持ちいいです。これだけでなんか寝れちゃいそうなぐらい楽ちんな感じです。これあとポーチを合わせてみました。いつもの私っていう感じのコーディネートです。楽ちん、良いですね。ここになんかスリットが入ってるのも可愛い。ということで次のコーディネートに行きたいと思います。はい、2コーデ目はこんな感じです。2コーデ目着てみました。じゃん、さっきのリブのパンツはそのままで着回してみて、上に白のパーカーを着てみました。じゃーん、いい感じじゃないですか。結構もうちょっと萌え袖の方がいいなっていう人だったら L でもいいかもしれないですね。私はなんかぴったりサイズになりました結構。あとはピアス、かわいい。これヘアゴムもです。いい感じなんじゃないですか。ちょっとポニーテールにしてみました。こんな感じで次3コーデ目いきたいと思います。 GO! ということで3着目着てみました。じゃん、ということで3コーデ目着てみました。さっきのセットアップのリブニットのトップスとチェックのスカートを合わせてみました。かわいい。これめっちゃ大人っぽくないですか。私普段あんまこういう格好しないのでちょっと大人っぽくなった気分です。あとさっきの4個ついたパールの方をつけてみました。結構大人っぽくないですか。どうですかね、女性みたいな、女感が、これめっちゃ好きです。私このスカートもあのさっきの白いパーカーにも合うと思うので、そこの着回しもできるかなって思います。はい、4コーデ目着替えていきたいと思います。4コーデ目こんな感じです。ということで4コーデ目着替えてみました。こんな感じです。
シャツをちょっと肩を落として着てみて、この中のやつもめっちゃ可愛いんですよ。これはなんか夏でもこのまま着てもいいし、秋はちょっとこうやって上に羽織っても可愛いですよね。中にインナー着なくて済むのでめっちゃ楽です。ここがなんか透ける心配がないので、さっきのスカートと組み合わせてみました。やっぱなんかチェックって秋っていう感じがして私めっちゃ好きなんですよね。レースもあって大人っぽくなったんじゃないでしょうか。あとはさっきのゴムのもう一個の方、ゴールドの方を使ってみました。ということで4コーデ目はこんな感じです。ということで今回 GU さんで大量購入してコーデを組んでみたんですけど、いかがでしたでしょうか。どのコーデが好きでしたかね。ぜひちょっとコメント欄で教えてください。ということでこの動画がいいなって思ったら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。また次の動画も見てください。ありがとうございました。おしまい。